フィギュアスケート元世界女王浅田真央、2017年に引退後の現在はプロスケーターとして活躍中だが、未だ浮ついた話も流れてこない。浅田真央は結婚を前提に恋人を探していたがうまくいかず、もう私には無理かなと結婚を諦めかけている。浅田真央には結婚を考えるほどの彼氏がいたが、スケートの仕事で忙しい中会う頻度が低く、浅田真央から別れを告げていた。浅田真央はこれまで何人かの男性と交際してきたが、結婚を現実的に考えた男性は一人だけらしい。浅田真央は2017年にフランス人モデルとのデートが報道されたが、双方で交際を否定していた。浅田真央が結婚できない理由は理想が高いからと言われており、テレビ番組では身長180cm 以上でイケメンで面白くて優しい人が良いと発言している。浅田真央は運命的な出会いを求めており、知人の紹介から恋愛には発展させたくないらしい。一人が楽であったりとか、一人の時間も好きなので、一緒に生活するというのが、そこまで行くのに相当。よし、ってならないとできないと、結婚とは程遠い発言も飛び出していることから、まだ結婚の話は遠そうです。